自分がやるべきことっていうのをまず明確にして、それをぶれないというかコツコツとやり続けるっていう、やめてしまうことは本当に簡単だと思うので、それをやっぱりうまくいかなくても自分の中でやり続けるっていうことは自分のテーマにしてて、まあ、あとは練習でもやっぱ 100% でやる。だからといって結果がついてくるもんじゃないですから、そこっていうのは難しいんですけど、でも必ず報われると思ってやり続けるっていうことは大事にしてますね。できないっすね。できなかったっすね。僕は若手の時、1年目2年目の時になかなかやっぱ期待されてるのに結果出せないと、あ、このままだとなんか期待されたまま何もできずに終わってしまうなっていうふうにふと自分で気づいたんですよ。でもこうやって自分で気づくっていうことが大事で、自分で気づかないと結局何もできないし、何も行動にも起こせないし、何も始まらないと思うんですよね。もう完全にあれですね、フィジカル面ですね。体の使い方もそうですし、フィジカルを上げるっていうこともそうですし、まあ、柔軟性であったりいろんなトレーニングがあるんですけど、そこを徹底的にトレーナーと二人三脚でやったという感じですかね。その成果出たのなんて僕が23、24ぐらいの時なんで、2、3年ですかね。でも手応えはすごいあったんですよね。自分の体の中で、あ、劇的に変わってきたなっていうのがあったので、あ、これはいけるぞという感覚があってから、結果が後からついてきましたね。何に関してもこうやっぱやっとけばよかったっていうことをなくそうっていうふうに自分の中でテーマにしてて、それはサッカーでもそうですけど、なんか私生活とかでも、いや、やっといた方がいいかな、やらんでいいかなって思うんやったらやっとけよって自分に言い聞かせて、常にこう生活してますね。